はい、僕ボーイズ&ガールズ友和だよ。僕はね、今日ずっと楽しみにしてたんだ。うん、ほら見て、ちゃんとおめかししてきたんだよ。似合ってる？変じゃない？なんかパンとか盗んでそうじゃない？ね、だって僕は今日ね、ベリーキュートなファイちゃんのバースデーパーティーをお祝いするんだもん。さあもう早く出てきてもらおうよ、ファイちゃん。風船の中から登場したいというリクエストがあったので、こんな登場になりました。ファイちゃんどうでした？あの3分ぐらい前からずっとこのハイヒールでしゃがんでて、天井がめっちゃ低くてずっとこれで息が詰まるかと思ったけど楽しい！楽しい！赤川さんが夜なべでこの箱と風船とデコレーションを考えて作ってくれたんです。なんかこのガムテープがむき出しになったのとかももうあんまり触らない方がいいね。そういうことですね。そして関さんのお召し物なんて素敵なんでしょう。かわいい、ね、そうでしょ。見てほら、あのマイクを止めるバンドが出ちゃってるの、ここにちょっと下げ、ちょっと下げとこうかな。かわいい、はい、ありがとう。さあ改めてね、今夜の企画の発表です。こちら、どちら、こちら、はい、アイズバースデーパーティーアメリカンキッズ体験スペシャル。さあ明日7月6日はファイちゃんのお誕生日でございます。そんなお誕生日を祝してファイちゃんがリクエストしたアメリカの子供になりきり、アメリカっぽい企画をいろいろやってみたいと思います。さあそしてファイちゃんどうですか、今日アメリカの子供っぽい服をスタッフさんが用意してくれましたけれども。そうなんですよ、私本当赤と紫が大好きなんですけど。似合ってるよ、とっても。ありがとうございます。普段しないちょっとレトロな、はいはい、ちょっと金髪の女の子風の髪型にしてもらって、リボンもつけちゃって、そしてファンじゃないそしてね、レトロなお召し物もこう用意していただいて、はいはい、パニエも入っちゃって、本当になんかもう心からあのなんかダンスパーティーに行きそうだよね。そうなんですよ、ちょっとこれでプロムも行っちゃおうかなみたいな、はい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 、すごい楽しいです。イエーイ、ケキさんもすごい似合ってらっしゃいますよ。ありがとうございます。なんかでもなんか生活感がだいぶ違いますよね確かに俺は靴とか磨いてそうだもん、ずっと磨きなさい。パーティーとか楽しいんだろうないつか行ってみてえな、おいらもみたいな。確かにあのちょっと階級が違いそうな感じ。そうそうそう、はい、まあ、でも今日はこの感じでね、はい、2人で楽しんでいきたいと思います。イエーイ。さあ、またスタッフさんがアメリカっぽいバースデーケーキを手作りしてくれたそうです。お願いします。これ聞いてない。うわすごい。どこに置く、これをどけちゃおうね。これは聞いてないやつ。これはどうした、誰が作ったの？これ私と、あとでも倉田も監修で、はい、すごい料理人倉田が、はい、すごい。どうですか、ファイちゃん。いや私本当にあのこういうカラフルなケーキ大好きで、今日スタジオ入ってすぐあのちゃんと前回の反省生かしてるかなと思ってジェリーベリーのマシン探したんですけどなくて。なかったの？そうだからちょっとがっかりだなと思ってたんですけど、あったー。ここにね、ここにあったんですよ、ジェリーベリー。イエーイ、あー嬉しい、 いいね、ありがとうございます。さあじゃあ、はい、かいちゃんぜひ食べてください。イエーイ、いただきます。お誕生日おめでとうございます。最高のお誕生日だぜ。じゃあチョコがたっぷりのココアいただいちゃいます。おチョコ大好き。どんな味かな、いただきます。うん、うん、おパリパリの豪華な板チョコとジェリービーンズが今歯に挟まったちょっ
っと飲み込むのに時間がかかりますが、好きなものがね、お水もあるからね、はいはい、でも初めての食感、ジェリービーンズとチョコを一緒に食べたの初めてなので、お意外と美味しいです。よかったよかったね、2時間頑張った甲斐があったね。関さんいなかったです、全部独り占めしちゃうぐらい。そうだな、うん、さあということで、ファイちゃんあれですね、明日お誕生日、7月6日で、当日は何かご予定はありますか。はい、実はですね、ちょっと今初出しの情報あるんですけど。なんか出しちゃうの。ご報告。お、なんだろう、ついに。いつも応援してくださる皆様へ。あ、やばい、あのいつもよくあるやつだ。はい、私事ではございますが、うん、最近犬を飼い始めました。お、念願かなって、はい、はい、ちょっと前になるんですけれども、はい、まあ、ちょっとね、いろいろ事情はありまして、まあ、犬のプライバシーを守るために、うん、犬種とか名前はね、今後も出さない予定ではあるんですが、はいはい、その犬に会いに、仲のいい同業の友達が会いに来てくれて、うん、そこでちょっとプチパーティーをして、なるほどなるほど、ワンちゃん触ったりで、夜はちょっととある作品の打ち上げみたいなので、で、まあ、そこでもちょっとお祝いしてくださるみたいな感じのことを言ってくださって、いいね、幸せな、はい、あれがいっぱい続きますね。そうなんですよ、じゃあ今日明日と本当に幸せです。もうこんな幸せな誕生日はもう、ね、今日含めてなかなかないので本当に幸せだ。大丈夫ですけど、この番組の誕生日だから終わってみないと本当にいい誕生日だったか、ちょっといやこんなもうすでに夢叶えてもらってますから、風船の中から、こういうのほら言ってないやつがあるんですよ、はあ、こういうのがこう打ち合わせなかったでしょ、こういうの、うん、これはまだいいやつだけどね、これいいやつ、これはいいやつだけど、そっか、初回でやられたことを思い出すとちょっと、そうよ、だ楽しみながら最後まで気を抜かないように、うん、確かに、はい、続いてはなんだそれは。曜日対抗すごい、曜日対抗夜遊び選手権、イエーイ。どうしたんそれ急に。私のやりたいことリストの中にヘリウムガスを吸って声を変えてみたいっていうのがあって、初体験、イエーイ、そうなんだ、金友さんみたいになったあ、戻ってきちゃった、戻ってきた、ずっと吸ってないと戻っちゃうのよ。そして、今週の競技は天の川を越えてお星様